東和町は平成17年まで岩手県和賀郡にあった町、現在の花巻市の東和町を関する過去大技にあたる。東地域の歴史は坂の上の田村麻呂の時代に遡り、鳴島潔社門堂や丹内山の神社などが田村麻呂の創建と伝わる。中世の東地域は和が市が支配しており、その家臣の大原市の領地があったが、戦国時代末期、 と臣秀吉による、欧州市沖で、和菓子は改益された。後に、和菓子は、領土回復を目的に、和が冷え抜き一期、岩崎一期を起こしたが、最終的に南部市に平定され、近世は南部半領となった。また、伊達藩と接する重要拠点として、慶長17年に土沢城が築かれた。土沢城は、旧火災石化神 江差し高志次家を上司として使用されたが、漢文10年に廃城となった。江戸時代は森岡から釜石に続く釜石街道の宿場町として栄えた。廃藩地県では地域内に多くの村が設立され、後にこれらが合併して土沢町、小山田村、谷内村、中内村などが成立。昭和30年、前日の各町村が合併し、東和町が成立した。 我が軍の東部にちなんで、東和町と命名。全身尊衛を関する小山大器は、東朝行でなく、花巻し大和座交差にあった。ありがとうございます。